パトリック・ラボン・マホームズ・二世は、アメリカ合衆国テキサス州、タイラー出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。NFL のカンザスシティチーフスに所属。2020年には、北米スポーツ史上最高額となる10年総額5億300万ドルで、契約延長した。NFL とカレッジの両方で、年間5000ヤードパスを達成した、史上唯一の選手である。 ジップは元メジャーリーガーで NPB の横浜ベイスターズにも所属したパッド、マホームズ。大学時代はアメリカンフットボールと父と同じく野球を、高校時代にはバスケットボールもプレーしていた。1995年9月17日に元 MLB 投手のパッド、マホームズとランディ・マホームズの子として生まれた。両親は後に離婚している。 父パッドが日本の横浜ベイスターズに在籍していた時期はパトリック自身も日本で暮らしていた。当時パッドの通訳やパトリックのベビーシッターを務めていた小島勝則は当時のパトリックについて当時住んでいた横浜市内の自宅でバスケットボールや玩具のバットボールで遊んでいたが2歳児とは思えないほどドリブルが上手かった。父パッドも 将来はスポーツで一流選手になれると期待をかけ、パトリックを熱心に指導していたと証言している。テキサス州ホワイトハウスのホワイトハウス高校に入学し、高校ではアメリカンフットボールのほか、野球とバスケットボールをプレイした。フットボールでは12年生時にパスで4619ヤード、50TD、ランで948ヤード、15TD を記録した。 野球では主に遊撃手としてプレーしながら、投手としても同年26奪三振によるノーヒットノーランを記録している。なおこの試合で投げ合ったのは後に、ボストンレッドソックスから一巡されるマイケル・コペックだった。マックス・プレップスによる2013から2014年度の年間ベスト男性アスリートに選出された。ライバルズ・ドット・コムにより3つ星の注目 QB として、また、 パス能力と総力を兼ね備えたデュアル QB として世代12として評価された。高校卒業後はテキサス工科大学に進学した。2014年の MLB ドラフトの有望株だったが大学進学の意思を表明していたため高順位での指名は予期されていなかった。デトロイトタイガースに投手として37順目で指名されたが契約はしなかった。 一年目は、デイビス・ウェップの控えだった。オクラホマ州立大学との試合で、ウェップが怪我で退いた後、カレッジでの初出場を果たした。その試合ではゴミ、投げに成功、20ヤード 1TD1INT を記録した。ウェップが再び怪我をした後、テキサス大学戦にて初の先発起用され、パス21回13回成功109ヤードを記録した。 その後のシーズン最後の3試合では先発として起用された。ベーラー大学戦ではビッグ12カンファレンスでの新人記録となる598ヤード 6td1int を記録した。1年目はパスで1547ヤード 16td4int だった。なお、リリーフ投手として野球の試合にも出場している。2年目は シーズン当初より先発として起用された。初戦では、サムヒューストン州立大学に対して425ヤード、4td で59から45で勝利した。続く、テキサス大学エルパソコー戦ではパスで361ヤード、4td、走っても 2td で69から20で勝利した。テキサスクリスチャン大学戦では392ヤードに td を記録したが、 55から52で敗れた。年間では4653ヤード 36TD15INT を記録した。3年目のシーズンが始まる前、野球の活動をやめて、フットボールに専念すること表明した。2016年10月22日に、オクラホマ大学とのホームゲームで、66から59での敗北を喫したがこの試合で、NCWA。 ビッグ12、同行の複数の記録を残している。獲得ヤード819は NCWA 一部 FBS 記録。またパスによる734ヤードは史上対記録。88品毛の最多記録には一つ足りなかった。両校での合計獲得ヤード1708ヤードは NCWA 記録。合計125点はランク高の対戦によるものでは、 史上2位。この時のオクラホマ大学の QB はベーカーメイフィールドだった。この年は全米トップとなる1試合平均421ヤード、パストータル5052ヤード、攻撃合計5312ヤード、318得点、53TD を記録した。全米トップパスサーに与えられるサミーボートロフィーを獲得した。これは同行の出身者では、 ヘッドコーチのクリフ・キングズベリー、グラハム・ハレル、BJ ・シモンズに続くものだった。またカレッジ・スポーツ・インフォメーション、ディレクターズ・オブ・アメリカによって選出された、アカデミック・オール・アメリカンの第二チームに選出された。3年時終了後の2017年1月3日に、4年時はプレイせず NFL ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。NCWA 記録大学での 通算成績ドラフト前には一順または二順での指名が予想されていた。NFL スカウティングコンバインでコンバイン史上最速タのパスを投じた。コンバインやワークアウトなどの結果、マホームズの評価は各メディアで q b として2から4にまでに上昇し、ドラフト前に最も評価が上昇した選手となった。テキサス工科大学でのプロディには28チームが訪れた。 またプロディとは別に18チームとの個別ワークアウトと訪問があった。これは同年で最多の数である。この中には、カージナルス HC ブルース、アリアンズ、セインツ HC ショーンペイトン、ベンガルズ QB コーチ、ビルレイザーが含まれる。またチャージャーズ、ブラウンズ、ベアーズ、スティーラーズのコーチも、マホームズを訪れている。2017年ドラフトで、 カンザスシティチーフスから一巡指名を受けた。この指名順位のために、チーフスは同年の一巡、三巡、2018年の一巡を、ビルズとトレードした。チーフスが一巡目で QB を指名するのは1983年、全体の内のトッドブラックリッチ以来である。この年のドラフトで QB では、ミッチェル・トゥルビスキーが全体2位で指名を受けていて、マホームズの全体1位は、 QB としては2番目だった。2017年シーズン、ルーキーイヤー2017年のマホームズ2017年7月20日、チーフスとの間で4年1642万ドルの契約を結んだ。プレシーズンでは全4試合に出場した。レギュラーシーズンではベテラン QB、アレックス・スミスの控えを務めた。チームがプレイオフ進出を確実とした後、 シーズン最終週のデンバーブロンコス戦で休養したスミスに代わってプロ初出場を果たした。この試合ではパス35回中22回成功、284ヤード 1INT を投げチームを27から24で勝利へ導いたが、マホームズのプレーの評価は高いものではなかった。2018年シーズン。 記録的な MVP2018 年のマホームズ2018年1月30日、チーフスがスミスをワシントン・レトスキンズへトレードしたことに伴い、先発 QB へと昇格した。チームの先発 QB となった初戦の同地区、ロサンゼルス・チャージャーズ戦で38から28の勝利を挙げた。パスで256ヤード 4TD0INT、レーティング127.5の活躍で、 AFC の週間最優秀オフェンス選手に選ばれた。第1球にタイリークヒルに投じた58ヤードパスが、キャリア初 TD となった。続くシーズン2試合目のピッツバーグスティーラーズ戦では326ヤード、6TD0INT で、デビュー3試合目での最多 TD パス、シーズン2試合目での最多 TD パスの NFL 記録を更新した。この活躍で1周目に続き、 AFC の週間最優秀オフェンス選手に選ばれた。初戦から2週連続での QB の受賞は2011年のトム・ブレディ以来である。9月の AFC 月間最優秀オフェンス選手に選ばれた。マンデーナイトで開催された4週目のデンバーブロンコス戦では304ヤード 1TD に加え、ラッシングでも 1TD を記録し27から23で逆転勝利した。 6週目のニューイングランドペートリオッツ戦では352ヤード4 t t に i n t で43から40で敗れた。続く試合では358ヤード 4td1int でシンシナティベンガルズに45から10で勝利。さらにブロンコス戦では3試合連続で 4td となる303ヤード 4td1int で30から23で勝利した。 11週目のマンデーナイトで開催されたロサンゼルスラムズ戦では478ヤード6、TD3INT で51から54で敗れた。この478ヤードは2018年シーズンのリーグ最多記録である。17週目のオークランドレーダース戦で2013年のペイトンマニング以来史上2人目となるパスでの年間5000ヤード、50TD を達成した。 個別の記録としても、5000ヤードは7人目、50TD パスも、ベートン・マニング、トム・ブレーディに次いで3人目となる。このシーズンでのパス記録は、リーグ2位だった。1位は、セインツのブリーズ。リーグ最多の TD 数は、チーフスとしては1966年のレンドーソン、以来の記録。チームは12勝4敗でシーズンを終え、3年連続の、地区優勝となった。 2019年1月12日、地区プレイオフでインディアナポリスコルツを31から13を破る。これは、チーフスとしては1993年以来のホームでのプレイオフでの勝利となった。プレイオフ初出場となったマホームズは278ヤードを投げ 1INT、ラッシングで 1TD を記録した。チームの1993年以来となる。 アメリカンカンファレンス決勝は、ホームアローヘッドスタジアムでの開催となった。マホームズは295ヤード 3TD を投げたが、延長の末、37から31でペートリオッツに、敗れた。オールプロのファーストチーム、2019ベスト NFL、プレイヤー ESPN アワード、AFC 年間最優秀攻撃選手に選ばれ、 チーフスとしては初となる MVP 最優秀選手に選ばれた。プロボールにも選出され出場した。選手間で選出される NFL トップ100プレイヤーズオブ2019においては4位にランクされたし、10周目のタイタンズ戦より復帰した。この試合で446ヤードを投げ 3TD を記録したがチームは32から35で敗れた。 11週目のチャージャーズ戦では、キャリアハイとなる59ヤードを走ったが、パスでは、キャリア最低となる182ヤードに終わった。サンデーナイトフットボールとなった16週目のシカゴベアーズ戦では、パスで251ヤードに TD、走っても12ヤード TD を獲得し26から3で勝利した。一つ目の TD パスを成功させた直後、マホームズは、 指で10を数えるセレブレーションを見せた。これは、マホームズが2017年のドラフトで、全体10位で、他の9チームに自分を獲得できる、チャンスあったこと、特にベアーズは、全体2位で、同じポジションのミッチェル・トゥルビスキーではなく、自分を指名できたことをほのめかしている。このシーズンは通算で4031ヤード、26td5int の記録だった。 チームは12勝4敗の成績で4年連続の地区優勝を飾り、カンファレンス第2シードとなった。プレーオフ初戦となったディビジョナルラウンドのヒューストンテキサンズ戦は24点を先制されたが、その後41点練習を含む51点を、得点し51から31での大逆転勝利となった。マホームズは321ヤード 5TD を投げ、 走っても53ヤードを獲得し、チームを2年連続のカンファレンスチャンピオンシップに導いた。AFC チャンピオンシップでは、マホームズは 3TD パスに加え、27ヤードのラッシング TD を記録した。この27ヤードランは、マホームズにとってプレーオフ最長、キャリアでも2番目のチョークとなった。マホームズの活躍もあり、 テネシータイタンズに勝利したチーフスは1970年の第4回以来のスーパーボール進出を決めた。迎えた第54回スーパーボールでは2回のインターセプトを喫し第4級残り9分まで20から10とリードされる展開となったが31から20でサンフランシスコフォーティナイナーズに逆転勝利し50年ぶりのスーパーボール制覇となった。 マホームズはパスで42回中26回成功286ヤード 2td。ランでは 1td を含む29ヤード獲得の活躍を見せ、スーパーボール MVP に選ばれた。24歳138日での MVP は史上最年少。また、複数回のインターセプトを喫しながら MVP に輝いたのはテリー・ブラッド賞、トム・ブレーディー以来3人目である。 プレーオフ3試合はいずれも10点以上のリードを逆転しての勝利だった。選手間で選出される NFL トップ100、プレイヤーズオブ2020においては前年と同じく4位にランクされた。2020年シーズン、2度目のスーパーボール出場4月30日、チーフスはマホームズとの契約に5年目オプションを行使した。7月6日、 マホームズは2031年までとなる10年間4.77億ドルに加え2600万ドルの棒をなす総計5.03億ドルの契約にサインした。これはマイク・トラウトがロサンゼルス・エンジェルスと交わした12年4.265億ドルの契約を上回り北米スポーツ史上最高額の契約である。また契約総額が5億ドルを超えたのは史上初めてであった。 あとに、サッカープレイヤーのメッシュがこの金額を更新している。2週目、チーフスはチャージャーズに勝利したが、これは、マホームズにとって4度目の4球での逆転勝利だった。4球開始時は9から17のスコアだったが、マホームズはチームを延長の末23から20での勝利に導いた。3週目はレイブンズに勝利した。マホームズは、 出場34試合目での1万ヤード獲得を達成した。これはカートアーナーを上回り NFL 最速記録である。この週の AFC の最優秀攻撃選手に選ばれた。8週目のジェッツ戦では416ヤード 5TD を投げ35から9で勝利し、AFC の週間最優秀攻撃選手に選ばれた。9週目のパンサーズ戦では 通算100個目の TD パスを記録した。通算40試合目での達成は、史上最速で、これまでの記録団マリーノによる44試合を、上回った。12週目のタンパベイバッカニアーズでは、462ヤード、3TD を投げ、27から24で勝利した。この試合での活躍も含め、11月の AFC、最優秀攻撃選手に選ばれた。 雑誌スポーツイラストレーテッドは、マホームズを、スポーツピープルオブザイヤーの一人に選出した。これは、マホームズのフィールド外での活動を評価したものである。14週目のマイアミドルフィンズ戦では、自身のキャリアタイとなる三インターセプトを起死してしまった。16週で、プレーオフでの第一シードが確定したため、17週目は欠場した。この年のレギュラーシーズンは、 パスで4740ヤード 38td6int だった。クリーブランドブラウンズとの対戦となったリビナネルラウンドでマホームズは第3級にブラウンズの LB マック・ウィルソンのタックルを受けると試合を退き直後に脳震盪と診断された。NFL のルールによりこの試合には再出場ができなくなった。チームはその後 ディフェンスと控え QB のベテラン、チャド・ヘンネの奮起により、22から17で逃げ切った。これにより3年連続でカンファレンス決勝をホームで迎えることになった。これは NFL 大記録で、もう一つの記録はアンディリード在職中のイーグルスのものである。次週の後半、マホームズは全部良くなった。すべての検査を完了した。3 4人の別々の医者が問題ないと言っていると、脳浸透プロトコルが無事に完了したことを発表した。バッファロービルズとの対戦となった AFC チャンピオンシップで、マホームズは325ヤード、3TD を投げ、チームを38から24の勝利と2年連続でのスーパーボール出場に導いた。タンパベイバッカニアーズとの対戦となった第55回。 スーパーボウルではタッチダウンすら取れず270ヤードに INT で9から31で敗れた。2桁点差で敗れるのはマホームズにとって NFL デビュー以来初めてで、マホームズがスターターになって以来、オフェンスがタッチダウンを一つも取れなかったのも初めてだった。スーパーボウルの3日後、ブラウンズ戦で痛めたつま先の怪我の修復手術を受けた。 2021年シーズン3月12日、マホームズは前年結んだ契約の再構築を行った。これによりチーフスは1700万ドルのキャップスペースを確保することに成功した。オンマーチ12、2021、マホームズリーストラックチャードヒズコントラクト2、セーブザチーフス17ドル未了インサラリーキャップスペース。父親のパッドマホームズは元 MLB の投手。 日本プロ野球の横浜ベイスターズにも在籍した。パトリック2世の名付け親は、父パッドとミネソタツインズで同僚だった、ラトルイ・ホーキンス。パトリック自身は日本について、2歳か3歳、ぐらいだったから、記憶はないが、大人になった今、改めて訪問してみたいと語っている。ケチャップが大好き。マカロニチーズやステーキにもかけて食べる。幼少期の誕生日プレゼントは、 ケチャップの瓶だった。NFL のスタープレイヤーとなった後は、その思考を恥ずかしがっているようであるが、ケチャップ好きを取り上げた CM への出演、言動も多い。MVP を獲得した2018年シーズンの後、マホームズは複数の広告へのオファーを受けた。一つ目は、ハンツのもので、マホームズのケチャップ好きを受けてのものである。なお、 このハンツは日本でもよく売られているハインツとは別の企業。続いて、オークリー、アディダスとも契約をした。マッテン NFL20 のカバーに選ばれた。これは、チーフスの選手としては、初のことである。マッテンの呪いが懸念されたが、途中不傷欠場があったものの、このシーズンスーパーボール MVP を獲得する活躍を見せた。第54回スーパーボールでの勝利と、 MVP 獲得の後、ブルームバーグニュースは、マホームズが、毎年広告で700万ドルを稼ぐようになるだろうと、推定した。これは NFL でも最上位の額である。2020年9月1日は、スーパーボールリングが授与された日であるが、同じ日マホームズは、アローヘッドスタジアムのスイートルームで、高校時代からの交際相手、ブリタニーマシューズにプロポーズをした。 ブリタニーは短い間だが、プロサッカー選手でを経験しており、現在はパーソナルトレーナーをしている。二人は高校2年生の時から交際を続けていて、2018年にカンザスシティに自宅を購入し、一緒に暮らしていた。同、9月29日には、両者はやがて親になることが、10月21日は生まれ来る子が女の子であることが発表された。 2021年2月20日、第一子となる長女が生まれた。マホームズはクリスチャンである。母によれば彼は中学生の時に信仰に目覚めた。中学生の頃は、教会の少年団に参加していた。2019年の春、マホームズは NPO 団体1 5 t h e m a h o m e s Foundation を設立した。財団の使命は子供たちの生活の向上に特化している。 財団は健康とウェルネスに取り組んでいる人や団体、資金を必要とするコミュニティやその他の事前事業をサポートする。その代表的なプログラム15方15は15の若年層向けの人や団体をサポートする。初のイベントは2019年11月に行われた。15方15はそこで15のカンザスシティの事業に1万5五千ドルずつ合計2 2 5万五千ドルを寄付した。 ジョージ・フロイドの事件の後、マホームズはチームメイトのタイラン・マシューや他の NFL の選手と共に映像を作成した。その映像は NFL に対して警察の黒人に対する野蛮さと暴力へ非難を表明することを期待するもので、またかつて4 9ナーズのコリン・キャバニックとエリック・リードが国家聖書を拒否したことを無視したことは間違いだったと認めることを求めている。 マホームズとタイラン・マシューはカンザスシティの大統領選挙の有権者登録計画を開始した。この計画はカンザスシティの住人に対して2020年のアメリカ大統領選挙への投票登録を呼びかけるものである。また、チームと共にチーフスの選手が投票を行うようにも活動した。さらに NBA 選手レブロン・ジェームズによるプロジェクトにも参加した。 2020年7月28日、マホームズは MLB 球団カンザスシティロイヤルズのオーナーグループに少数株主として名を連ねた。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。